大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。今回はですね、前回32名参加のトーナメントを行い、次期シリーズのまだ構想中ということでもあるので、その間に作ったレスラーを紹介する、ヤングマニアック杯ですね。実は多分この4名だけじゃなくって、残り5名ぐらいかな、全部で10名ぐらい作ったんですけど、その5名はまだちょっと伏せておきます。で、この4名だけを今回ヤングマニアック杯として、4人参加のトーナメントを行って、まあ、優勝者を決めると。ただもちろんベルト等は何もかけていませんので、まあ選手をレスラーを紹介するための、動画みたいなものですかね、トーナメントの大会です。では、出場レスラーについて、紹介すると、三上、元 DDT にいたレスラーですね、今はフリーなはずで、高見千の句のところに上がったりしてるんですかね、海援隊とかですね。で、ネクロブッチャー、これもマニアックなレスラーですよね。もう引退しちゃったんですけど、アメリカで、活躍したデスマッチファイターレスラーで、大日本とか IGF にも多分上がってたはずですよね。まあ見ていただいたら分かると思いますが、ちょっとヘンテコリンなレスラーです。で、男色 D の、これはまた試合中に話をしますが、男色 D のを作らないといけなかった理由があるんですね。で、最後は、剣道家臣ですね。剣道家臣については有名な方なのですが、まあちょっと偏ったというか、まあそれも今回作る理由がちょっとあったので、それは試合しながら話したいと思います。では、第1試合は三上とネクロブッチャーの試合を行います。さあ、そうですね、レフェリーはタイガー服部を作っていましたので、それを採用しています。タイガー服部については、カウントが、ジョー樋口よりも早いけど和田恭平よりも遅いという風にしています。実際のところは別に遅い早いタイガー服部に関してはないような気がするんですが、まあ、あの5人、レフェリーを作りました。阿部志郎、ジョー樋口で、これが両極端なんですよね。で、和田恭平、これが、基準です。和田恭平さんが基準で、ミスター高橋とタイガー服部と、まあ、最近の レフェリー全然入れてませんが、この5人がちょうど、ピンフォールですねに入った時に3カウントを取る数え方が5段階あるので、その5段階を全部、このタイガー服部で作ったと。だ、余ってたのがタイガー服部が、やや遅いだったんですね。なのでそれも、3カウントを取るところをちょっと見ていただけたらと思います。今戦っているのが、この半ズボンのヒゲ親父がネクロブッチャーですね。ネクロブッチャーについては、一部のマニアックな人であれば、特にデスマッチが好きな方であればよく知っているとは思います。もう引退されちゃうみたいですけど、むちゃくちゃするんですよね、この人ね。で、殴ることもするんですけど、受け身というか殴られることがめちゃめちゃ得意というか、で実際に何度も試合でやってるんですけど、相手レスラーとリングの上で椅子を普通に置いて座って、で、殴り合いするんですね、座った状態で。まあ座った状態ですから、そんなに腰の入ったパンチじゃないんですけど、完全にグーパンチで、一発ずつちゃんと殴り合うんですね。でそれでどっちが耐えれるかっていうのを試合中に見せたりするんですよね。ですので、ファイプロでもこう殴る蹴るっていう技を、多く見せてくれると思います。寝技、相手が寝た状態だったらストンピングしか多分しませんから。ただそうなのにタイガードライバーを使ったりするんですよね。まあ椅子の上にとか有刺鉄線ボードの上に放り投げるっていう意味では使ってる意味があると思うんですけど、でやっぱりこのね、ネクロブッチャー もちろんこれは僕が作っていません。ロジックとかは僕が、全て調整しましたが、ファイプロを愛する方が、この頭なんか見てくださいよ、あのハゲ具合いいと思いません？スティームですね、スティームの、ワークショップに上げてくださった方がおられて、それを拝借しています。素晴らしいですよね、本当にこの
グラフィックセンスというかっていうのは僕も全然ないので、最初は全部一から作ったりしてたんですが、最近はもう、そういうのをお借りして、あとちょっといじるぐらいですね。で、その対する今、白い、ズボン、コスチュームというんですかね、ズボンを履いてるの、ズボンって古い言い方ですね、履いてるのが、三上です。で、三上も、かつて DDT の初期メンバーの一人ですよね、確かね。高木さん、白、あ、今出ますね、このミッキーブーメランっていう、これは、619って言ってミステリオ、レイ・ミステリオジュニアでしたっけが、やって有名にした技ですが、実は開発したのはこの三上なんですね。三上がやるとミッキーブーメランっていう技の名前なはずです。で、この三上がこれをやって、それを誰だったか外人レスラーが見て、アメリカに伝わったって聞きますね。だからそれの開発者ではあるんですよね。他にもこのいろんな技の開発をしてる人なので、実は三上ってすごいレスラーのはずなんですね。で、この三上も僕がすごい好きなのはこの、コスチュームですよね、上半身。実は三上って、まあ、何種類かのコスチュームも使い分けてるんですけど、スケスケの、なんていうんですかね、網網のこうシャツを着るんですね。シャツというか T シャツみたいなやつをね。だからこう肌が透けた感じに見えるんですけど、でこれをまあ表現するとなると、普通は T シャツを着させて、でその色を調整していくんですが、実はこれね、そうじゃないんですよね。このパイプロやってる人は分かると思うんですけど、胴体の色を黒くしてしまったんですよね。だから乳首とかも透けて見えるのはそのせいなんですね。透けているというか、まあ、肌そのものを黒くしてしまったという逆転の発想のような僕は気がするんですけどね。でそこに僕はすごい惚れ込んでしまって、うわこれはいいなと思って、でもともと DDT をよく見ていた自分としては、まあ、これも余談ばかりになりますが、DDT を好きだった人がいるんですね、女性で。でその人と僕は同じ会社にいて仲良くて、で一緒によく DDT 見に行ったりもしたんですね。でその人がすごい DDT のファンで、その中でも三上の大ファンだったので、三上の追っかけまでするぐらいやってたんじゃないですかね。だからそれもあって、三上が、新宿に DDT がバーを持ってて、そのバーに行った時にまだ三上が店長、初代店長が三上なんで、その三上が、店長だった時に一回新宿を訪れたことがあって、そこで会話はしてるんですね、確かに。まあすごい普通のお兄ちゃんと言ったらですけど、優しい方でしたね。でもやっぱり運動能力はすごいんですよね、多分ね。さあ、そんな2人の試合ですが、試合時間は12分経過しました。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、今回はいつも後楽園ホールで試合をやってるのも、なんとかスパイクドームでしたっけね、これ会場を変えてみました。あっとカウント 2.9 ですね。さすがちょっとカウントが遅いですね。なかなかじわっとした試合が見れそうです。さあコーナーポストから飛びましたが、これはブレイクが入って、そうですね、あ、いいですね、三上飛んでいきますね、ガンガン飛びます、いいですね。さあ飛びついて丸め込んだが、これはブレイクですね。さあ逆にネクロブッチャーはコーナーに叩きつけて、いいですね、殴る蹴るがやっぱり得意ですから。ただ流血する技、凶器とかは使わない設定にしてたと思います。かといってじゃあデスマッチで強いかというと、そうでもないような気もするんですね。またこの辺はちょっと調整が必要かもしれませんが、さあパイルドライバーで叩きつけたのはネクロブッチャー、立たせてバックを取ったが、これは三上が返してカウントが入るが、いやいいですね、タイガーハットリー 2.9、場内では観客の重点音ストンピングが響いております。さあ、あ、これも 2.9 ですね、いいですね。なかなかやっぱり3カウントは取りづらいのでしょうかね、こうなると。さあそうなるとギブアップを狙っていって、ああいいですね、見事に三上が勝ちました。今回トーナメントですので、4人参加トーナメントですので、もう1試合三上の試合が見れると思います。ネクロブッチャーは、まあ、勝ち負けにはあまり気にしないで、こう
殴る蹴るの大暴れを見せてくれたらいいかなと思ってますので、あんまり負けても何とも思わないんですが、試合時間は15分19秒、足決め、逆肩エビ固め、こんな名前だったんですね、で三上がネクロブッチャーを下した試合でした。今回はもうトーナメントそのまま行くので、1回戦の第2試合もこのまま実況していきます。1回戦第2試合は男色ディーノと剣道家臣の異色カードでもないのかな、この2人だったら、ですね、男色ディーノはもちろん DDT で今、プロデューサー的な立場にいますよね。僕はこの人天才だと思ってます。やっぱり頭賢いですよねこの人ね。もともと山口の出身で大阪の大学にいて、で学生プロレスをやってて、でその時に学生プロレスの再引退試合っていうのかな、学生プロレスの引退試合を男色ディーノという名前でやって、府立体育館を満帆まではいかないですけど満帆にしたんかな、もうそこで伝説を作ったんですよね。学生プロレスでここまで人を集めれるかっていう、だからその辺の時からこういう、こういう才能っていうかがあって、で東京でライターの仕事を多分してたんですよね、ディーノが。で会社に入ったけどやっぱりプロレスの夢が諦めきれなくてっていうので、DDT になんだかんだ言って入ったんじゃなかったでしたっけね。で先ほど言った三上のことをが好きな三上ファンである、同僚社員がいたんですけど、それとは逆に僕はディーノが好きで、でもう一人ね、その男色ディーノと一緒に学生プロレスをやってたっていう社員がいたんですね。もう今全然音信不通なんですけど、でその人に、僕ディーノのファンなんですっていう話をしたら、ああディーノさんねっていう話になって、で大阪に来た時はたまに私は今その女性ファン社員が会いますよっていうことだったんで、じゃあダメ元で一回食事一緒に行くってできませんかねって言って、ああ一回頼んでみましょうかってなったら行けることになったんですね。だから僕は、その男色ディーノ、その女性社員を介して男色ディーノと、ご飯を食べたことがあるんですね。梅田、大阪の梅田ですね。今でもその写真どっかに残ってると思うんですけどね、いろいろ、もうなんていうんですかね、男色ディーノのキャラクターがこういうキャラクターであるということを分かった上で食事行ってもいいですよっていうことが、それがなんか条件だったんですね。あの夢を壊しませんかっていうことだったんですけど、全く夢壊されずにこう何を面白いと思うかとかいろんな質問をした、まあよく考えれば迷惑な話だったと思いますけど、心よく引き受けてくれたんですごくありがたかったですね。名刺交換したの覚えてますね。その名刺がねどっか行っちゃったんですよね。まあそんな、男色 D のですが、ファイプロの技の中に、男色 D のしか使えないような技があるんですね。結局今日見れるかどうかはちょっと分かりませんが、後ろから羽交い締めしてリップロックとか、これですね、男色ナイトメアですね、お尻をズドンと落とす、こんなんもうね、男色 D の以外に装備させれるレスラーがいないんですよね。だから当然男色 D の、作らざるを得ないということですよね。でただ難しかったのがパラメーターで、そのこういう、なんていうパラメーターかちょっとド忘れしましたが、面白系の技を使う、そのためだけのパラメーターっていうのがあって、使うレスラーがいないからその防御力をほとんど設定を低くしてるんですけど、この男色ディーノはそれを使うっていうことは、男色ディーノがすごく強くなってしまうんですね。その技がすごく効果があるっていうことになってしまうので、その辺はちょっと調整をしながらなんですけども、意外とだから勝ってしまう時があるんですね、強いレスラーに。というのが男色ディーノを作った理由で、で一方の剣道家臣、この青い、コスチュームのレスラーですね、この間、本を買ったんですよ。剣道家臣が、25周年だったかな、プロレスデビューしてから。で、まあ、それを記念してデビューする前から、現在に至るまでっていうのを、書いた本があって、でそれが評判がすごくよくって、買ってみたんですね。まだ半分ぐらいしか読んでません。プロレスデビューしてちょっとぐらいまでしか読んでないけど、それが、まあ、話の途中なんで続けますが、めちゃめちゃ面白いんですね。
もし興味がある方はぜひ読んでみてください。お金に余裕があって興味がある方ですね。で、まあ、今のようにサブミッションを得意としている、レスラーですので、一発で腕ひしぎとかで決めてしまう、飛びつき腕ひしぎ逆十字がすごい得意なレスラーですよね。まあ、言ってる間に終わってしまいましたので、試合時間8分32秒を腕ひしぎ逆十字固めで剣道家臣が男色 D のを、下した試合でした。男色 D のは、先ほど言った男色殺法をまた見れる機会もあると思いますので、まあでもあれなんですよね、好き嫌い分かれますよね。男色 D のはね、新日に上がった時に山本小手さんを切れさせたって言っていう伝説もありますけどね、今でも YouTube で多分見れるんじゃないですかね。山本小鉄さんが切れたことよりもそれを慌てて止めようとする、テレビ局とかのスタッフですよね、番組の多分スタッフだと思うんですけど、それが必死で止めようとするのは、そこはなんかガチだなと思うんですよね。それ、付き人とかが若いレスラーがやったりするとなんかこうわざとかなとかって思うんですけど、まあそんな話はさておき、では決勝いきましょう。三上と剣道家臣の試合ですね。テクニシャン対決ですが、関節技をやっぱり使う剣道家臣の方と、剣道家臣今回の試合は多分1回戦勝ち上がり方が楽だったので、ちょっと三上の方が不利かなと。さあ決勝見てみましょう。異次元対決ですね。まあ、レスラーとしては体はそんなに大きくはない2人ですが、まあ、動きが面白いので、試合は楽しめるでしょう。しかも今回砂漠レフェリーがタイガー服部でカウントがちょっと遅いですから、ギブアップを狙っていく剣道家臣の方が有利なのかなとは思います。ただまあ三上も空中殺法が出れば相手にダメージをかなり与えれると思うので、さあその辺がどうなるかですね。まだちょっとこれも関係ない話ですが、この間実況でもちょこっと言ったと思うんですけど、このリングがちょっと殺伐としすぎてるのが嫌だなっていうことで、企業名とか、その団体名とかいうスポンサーの名前がついたり、まあ、その団体のマークロゴが入ったりとかっていうのをできれば、というかリターンズですよね。ファイプロ前作のリターンの時はそれがドット絵で描けたんで、それを期待してたのか今回は未だないと。ところが、多分公式のツイッターで、何らかの形で英語で書いてあったんで僕ちゃんと分かってないんですけど、それを実装しますよ的なことがちょっとアナウンスされてたと思うんですね。というのはまあすでに、海外ではモッド MOD ですね、モッドで、もう開発されてて、いろんな絵を、マークとか絵とかいうのをリングに書いたりする貼り付けることができるっていうモッドが開発されてて、まあ、当然求められてるわけですよね。公式としては正式なスポンサーの、のをつけるロゴとかをつけるのは多分ちょっと問題があるんでしょうけど、まあまあそんだけニーズがあるならやらざるを得ないってなったんでしょうかね。動きがあるみたいです。ちょっと期待したいですね。さあ試合時間は4分を超えました。剣道家臣がちょっと攻めてるような気はしますが、どうでしょう。さあカウントが入るが、やはり、タイガー服部ではなかなかスリーカウントは難しいかもしれません。さあ剣道家臣は飛びつくか、いや、あ、飛びつきましたな、いいですね。しかしブレイクですね。まあ当然、剣道家臣は腕を攻めていく、本当は、飛びつきの足を決める技もあるんですが、もう、腕一点集中にするために、剣道家臣はもう腕専門家にしてしまいました。だからちょっとこう再現度は低くなるというんですかね。さあ試合時間は間もなく6分となります。さあ三上は丸め込みますが、しかしカウントが1しか入らない。剣道家臣はちょっと攻め疲れが見られる気がしますが、これはブレイクですね。タイガー服部足も遅かったっけな、そんなことがないような気がしますが、さあミキーブーメランですね。さあ飛んでいってロープに走ってから、いいですね、ぶっ飛ばしましたね。さあ三上はこれを
きに攻めていきたい。そうですね、いいですね。ネックブリーカードロップから、さあどうする、バックを取るか。取ったが、いや、しかしこれは剣道家臣がキックで返して嬉しい。やっぱりこういう展開になると剣道家臣の方がちょっと強いでしょうかね。先ほどの試合でもクリティカルで KO シーンが見られましたので、ちょっと油断できないですね。さあ三上としてはできるだけ組まずに攻めていくことも考えないといけないです。カウントは2ですね。さあ始まりましたね。いいですね。やっぱり見栄えがいいですよね。見てて綺麗というか、かっこいいですね。さあ試合時間は8分を超えました。三上は天狗ポーズですね。さあそこからバックを取らずにロープに飛んで、さあ飛びついての裏勘ラナひねり式ですね。おーっと、ちょっとびっくりしてしまいましたね。一気に決めました。剣道家臣が有利かと思ってましたが、タイガー服部のカウントはちゃんと遅かったですよね。3カウント入らないと思って、実況していましたが、3カウント入ってしまいました。試合時間8分29秒、足交差式飛びつき前方回転エビ固めですね。そんな名前があったんですね。で、三上が剣道家臣を下した試合でした。というわけで、4名参加のトーナメント、ヤングマニアック杯不定期連載ですね、不定期開催のヤングマニアック杯は三上が優勝しました。そうですね、まあまあ男色でいいのとかも、これ何ですかね、クリティカルが出なければいい試合してたと思うんですけども、まあ、この4人も新たに加わったということで、また今後もお願いします。で、次期シリーズについてですが、チャンピオンカーニバルをやろうかなと思ってます。今までベルトを巻いているレスラーがタッグも含めて多分5名でしたっけね、5名か、今回入って6名か、いや忘れました。じゃない、シングルと普通ノーマルルールと、金網脱出と、で次元爆弾と、で今回トーナメント32名の中で勝ち上がったと弾劾爆弾ですね。であとタッグですから、あ、6人か、6人参加の、これはね6人なんでトーナメントができないんですね。なので、総当たりですね、リーグ戦をやっていきたいと思います。で1日4試合か3試合かちょっとそれ計算しますけども、やって、進めていくというようなことをやってみたいと思います。余裕があれば出場レスラーをまた紹介する動画を作ろうかなと思ったりも思わなかったりもしてる最中で、まあ、6名なんであっという間に終わるような気もしますが、それも作ってみたいと思います。というわけで今日はこの辺にしたいと思います。また次期シリーズお楽しみにしてください。良ければチャンネル登録していただければ大変喜びます。現在40名ですね。40名もの方が登録していただいていると思ってますので、とりあえず100名ぐらいまで目指したいと思いますので、よかったらお願いします。では今日はこの辺にします。ではまた。